いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、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 びっくりしてるんですけど、びっくりしてるんですけど、びっくりしてるんですけど、ということで、アイドモデルです。さて、今回はですね、いやー、皆さん、本当にありがとうございます。いや、予想もしてない大反響で、びっくりしてます。マジで、今、本当に動揺してて、今、もう本当に完全に寝起きなんですけれども、本当にね、仕事行く前にね、撮ってて、急遽出してるんですけど、いやー、まあね、昨日投稿させていただきましたダンクのですね、感想&現地レポート動画がちょっと大変なことに なってまして、いや、ちょっとごめんね、本当に今本当に動揺してるからカミカミなんでごめんなさい、許してください。本当に、いやー、マジか。いやー、僕ね、本当にいつもね、まあライブだったりイベントだったりそういうところに参加させていただいて、本当にいつも通り撮らせていただいたんですよね、感想を。で、喋りたい温度で、喋りたい内容で、ね、トークさせていただいたんですけれども、まさかあんなね、皆様から温かい反響、温かいコメントいただけるとは思ってなくて、いやー、ちょっとね、びっくりしてますね。本当にベスティーさんだったりとか、ね、トラビスジャパンのファンさんで、もう本当に他のグループのファンさんで、いろんなファンのね、方々からコメントいただいて、で、本当に僕ね、まあ普段からね、たくさん動画出してて、まあコメント普段からいただいててありがたいんですよね、そういうのって。だからいつもハートマーク見たよっていうのを押してるんですよ。もうね、いちいち、コメントを返信してたらね、切りないし僕の時間もあるんで、とかって思ってて、見たよありがとうのハートをね、押してたんですよ。本当にそれでね、ありがとうってコメントで込めてたんですけども、でも、なんだろう。なんか今回に限っては、このダンクに限って、なんかね、嬉しさが限界突破したんですよ。本当に皆さんがね、長文で温かいコメントくださるんで、いやー、なんかね、本当に嬉しさがね、なんかどこかに行っちゃって、もう全部今コメント返信をしております。はい、なのでよかったらね、見ていただけると嬉しいんですけれども、本当にね、いつもコメントくださる方もありがたいんですけれども、なんかね、本当に今回に限ってはなんかドーンって嬉しさが爆発しちゃったんでね、全て返信をしましたけれども、いやー、なんかね、本当にね、なんて言ったらいいんだろうね、本当にびっくりしてるんですよ。本当にいつも通りね、感想トーク撮っただけで、なんか、こんなに皆様がね、ありがとうございますみたいな、なんかね、言っていただけて、本当になんかね、スカイハイさんだったりとか、BMSG、BE:FIRSTの理念を理解してくださってみたいな方をね、言ってくださる方もいるんですけど、まあ、僕自身ね、本当になんだろう、まあそこをすごくね、考えてた時期もあったんですよ。やっぱり僕、こうやって LDH オタク YouTuber として活動させてもらってるんですけれども、まあ、もちろん LDH 大好き。もう、こよなく愛してるんですが、やっぱり他の音楽だったりとか、他のね、それこそ BE:FIRSTだったりとか、そういういろんな音楽をもちろん聴いてて、いいなって思うものがもちろんあって、で、僕、いいなって思ったものを発信したいから、このチャンネルをやってるんですけど、もうなんかいつしか LDH オタク代表みたいな雰囲気になってるから、あれなんですけど、まあそんな、まあそんな、まあなってるかわかんないけどね。でも、なんだろう、もっと他のアーティストだったりとか、事務所の垣根を越えていろんなアーティストのことを取り上げてもいいのかな、でもどうなんだろうなって思う時期があって、そこをすごくね、なんかね、葛藤した部分があったんですよ。で、で今回ね、ダンクに参加させてもらって、まあなんだろうな、いいのかなってちょっと思ったというか、だから思い切ってこのダンクっていうものの感想トークを喋ろうっていうところもつながっていったっていうのはね、あるんだけどね。だから、LDH オタクとは言ってるけれども、なんかこういいなと思ったものをこれからはどんどんとね、他のグループも含めて取り扱ってもいいのかなって思ったね。僕が心がこう動けば、なので、まあその第一弾として、まあまあ後日にはなると思いますけれども、スカイハイさんのね、この思いを受け取った僕の、なんだろう、感じたことみたいなものについてちょっとね、話させていただければな、なんていうふうには思ったりもしてるんですけどね。だから、なんだろう、まあもちろんね、このダンクっていうものでアーティストのね、垣根が越えてっていうのはね、すごく素晴らしいと思うんですよ、僕もね。でもこう、それよりももっとなんか深いところまで行くと、アーティストのファンのみんなの垣根が超えていって、なんかいろんなところにこう飛び交って、まさにこういうことだよね。僕が LDH ファンとして、オタクとして、でダンクの感想を喋った時に、こうやって皆さんが来てくださる、もうこのね、ムーブが、この波が
この文化がカルチャーがなんか広がっていくとなんかすごくいい世界にねなるんじゃないかなって僕はすごく感じて、本当にね皆さんね最高です、ピースフルです、クールです、ありがとうございます。本当になんかねあったかくなるね、本当にありがとうございます。僕もね頑張りますので、あの応援していただけると嬉しいですし、まあ、LDH ダンス&ボーカルグループもういろんな音楽応援していただけるとね皆さんね最高かなと思いますので、よろしくお願いしたいなと思います。本当に皆さん感謝です。でいつも応援してくださるね僕のファンの方々だったりとかチャンネル登録者の方々だったりとか聞いてくださるみんなありがとうございます。これからも僕はですね全力で走らせていただけたらなと思いますし頑張りたいなと思います。というわけでチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ではまた次の動画でバイバイ。